おい、指名手配されていた人物はどうなった？あ？リオン様。これはこれは、客員剣士様でしたか。まさか、このように早々のご到着とは。おい、こんな奴らがいるから、マリアンとの約束も。ご自分の立場と周囲の期待、マリアンに言われたことを忘れていませんよね、坊ちゃん。分かっているさ。それで状況を聞かせてくれないか。先ほど宿から出てきた洞窟者たちを我が軍の精鋭たちが取り囲んでいます。ですから客員剣士様が出る幕などございませんでしょうな。ルーティーは心当たりがないそうだ。何かの間違いじゃないか。邪魔立てすると貴様も許さんぞ。そこをどけ。だからそう喧嘩腰にならずに、まずは話をしようって。なんとふてぶてしい態度だ。もう許さん。あれがルーティー・カドレットとそのソーディアンか。声が聞こえます。あれはアトワイトです。え、それにディモロスも。何、まさか別のソーディアンが。はあ、参ったな。僕はあの人昔から苦手なんですよ。そうか、ソーディアンが日本か。そんな、バカな。ずいぶんと頼りになる精鋭たちのようだな。これは違う。ここからが本領を発揮するところだ。ああ、貴様がそういうのであればそうなのだろうな。だがたった3人のお尋ね者を捕らえられなかったのは事実だ。あとは僕がやる。話をする気になったか。おのれ、無様なものだな。これ以上見てはおれん。リオン様。そこをどけ。僕が相手をする。事情も知らずに正義の味方を気取る。お前どこのバカだ。バカじゃない、スタン・エルロンだ。あいつが持ってる剣、まさかシャルティエじゃないの。やっぱりまたソーディアンが出てくるとはね。セインガルド王国客員剣士リオン・マグナスだ。ソーディアンが2本あるとは好都合。まとめて持ち帰ってやる。なんだどこの腕づくというのも悪くない。ソーディアン同士が戦うとどうなるか一度試してみたかった。